そうですね。今出れなくなってしまいましたね。はい。上の方行かないとない。関東平野の方にはないです。筑波山に筑波山。どうぞ。筑波山に張り筑波山。ちょっと面白さよくわかんないです。ん？ポータで筑波山行っても、はい、いかあのうちの裏庭でやっても同じだってんだよね。ここが問題だって。早くつまんねえんだよな。幅が広いってことですか？水郷筑波北庭公園が、うん、筑波山霞ヶ浦全域なので、ポータナンバーはうちの裏庭と今から筑波山登っても全く同じ JA の0114と。そういうことなんだよね。いや、飛びが違うのを期待するしかないですね。そうだね。言うね。さすがアマチュア無線か。いや。言うね。いや、そこだけわかります。そこだけ。うん？ジェイアン BJT だったよ。あの大谷さん。うん。なんで聞こえるんだろう。どっか行ってんのかな。あの手元にあれあるよね。なんですか、あのおまんじゅう屋さんですか。考えてた。かりんとおまんじゅうですか。かりんとおまんじゅうね。ここです。はい、ここです。左に止められる。どこが。ここから行ける。向こう回っちゃうよ。回りますよ。あ、でもいいなぁ。で、毎週金曜日、お遊びね。お遊び一緒にできていいですね。マグさんがな、忙しくなければ。うわー、やっちゃったこれ痛えんだよ。いや、よく聞こえてきた。あ、これ初めてなんだけど、ここ登るの。うわー、楽だな。あ、もともとあるよね。よくなったからね。いや、軽い軽い。三藤さん。見て。見て。ワンワンランド。ここは、違います。これはホテル。グランドホテルね。2.98 で開始マグさんちのほとりまでしか飛ばない。ああ。戻るしかない。こちら JA1BJT ポータブル1です。2.5 ワットで、どうもありがとうございます。こちらはですね、今、仕事場所でございますけど。これ、これ、ニュータイさんの行くかな、こうやって行くと。行っちゃいます。いいね。行っちゃいますか。行っちゃう、行っちゃう。前はさ、なかなかこう行くの大変だったんだけど、すごく運転してても楽なので行けちゃいます。チャックが心配。はい、今日は 599TV 筑波山移動なんですけれども、ニュータイ山のロープウェイ入り口までね、のところまで走ってきたんですね。すると、ですね、こんな感じです。はい、派手にやっちゃいました。脱輪ですね。はい。驚きました。ですね。今、出れなくなってしまいましたね。はい。こんな感じでですね。脱輪、今、出れない。なぜこんな脱輪してしまったのかなと思って、ちょっとね、現場検証に行きたいと思います。
現場検証。あの物を避けたとかそういうことでも何でもないんですね。ただなんとなく、そのまま、自然に脱輪してしまったということなんですよね。いやちょっと、狐につままれたような感じなんですけどね。あのここのカーブありますよね。このカーブを、普通にこのようにね、結構急カーブでね、ヘアピンですね。このヘアピンぐーっと回ってこのように来たわけですよね。でこちらは今あの、はい、この辺水はまだないんですけども、この辺まあ膨らまないように、まあ小回りでこう上がってきたつもりなんですね。はい、でこの辺で多分内側に寄ってたんだとは思うんですね。そしてまあ普通にこんな感じで来て、ここをですね、突然ここからですね、側溝がありまして、結構深いですね。ここですね。ここで落ちちゃったんですね。はい。もう、白線のギリギリのとこなんですよ。はい。この白線のギリギリ、まあ、側溝の隣に白線があるみたいでしょうね。こんな感じね。はい。まあこんな感じに、で、ダーッと落ちてしまいまして、はい、引きずってこのまま、行ってしまったと。はい、そんなわけでですね、移動運用どころではなくなってしまいました。はい、599がここでちょっと今死んでしまいました。かなり下も吸ってしまいまして、四駆なんですけども、今ここでね、まあ、強引に出ることもできるかなとも思うんですけども、とりあえずはレッカーを読んで、待ってますね。はい、今の心境はやっちゃったっていう感じなんだけど、まあでも昼間でよかったな、ね、これね、夜だったら心細くなっちゃった。ただね、ここから結局これ動かなかったら僕たちはあのこれレッカー移動してもらって、はい、で取り残されると置き去りになるという。でその置き去りになった時どうしようかっていうのを考えて、今ここから、ちょっと歩いてで頂上まで行って、はい、感じになっちゃうね。はい、よろしくお願いします。なるほど、プロの技だ。でもこれカーブとカーブの間でよかったよね。カーブギリギリのところだったらまずかったよね。おおお、傷だらけなの。見事にやったな。ゴリは何もないんだね。まずは出れてよかった。走るかどうかですね。うん、持てばいい。
で、あの、僕たちが置いてけぶりになっちゃうんですよね。私たち。なので、国際車来るんで、あ、うん、その位置に行って乗せてきてくれるかどうか。動けばこのまま。でもいろいろ部品が取れちゃってて怖い気持ちもするんだけど。そんな感じよ。いやー、この木は最高だね。これ欲しいぐらいだ。大丈夫かな。じゃあゆっくり行けば大丈夫なのかな。うん、はい、ゆっくり。あ、ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。え、ジープですよ。ジープ、ジープです。ん、なんかおかしいな、うん、外れたか。結構あの今の修理の方も、私多いんですかって質問に対して多いですって、うん、帰ってこれてよかったね。うーん、夜まであの状態かなってちょっと思っちゃって、早く来てくれたからよかった。はい、そしてですね、こちら、無線室これはすごいことになってます。はい、このように、手前に、壊滅状態とまではいかないけど、はい、脱落してしまいましたね。これをちょっとね、修復していきたいなと思いますけど、ゆく、いい整理整頓になって、いいかなと。はい、まずは、無線機がこういうふうに前にガーンってきたので、無線機類が、これは固定してないのでね、こんな風になります。当然ただね、数ヶ月やってみてね、あのアドルが今回持ったけど、あれあれね、あれね、ちょ、 OK、 こんな感じかな。よし、はい、そんな感じで、OK です。こんな感じですね。はい、まあ、そういうわけでですね、一応無事救出されましたけど、やってった子でも泥だらけになって、このように救出されました。はい、今日はですね、ポーター移動運用つくばがですね、途中で、とてつもない脱出不能の事態になりましたのでね、それを脱出したという、レポートということでね、脱出不能ポーター0114つくばさん辻ヶ丘編でしたね。皆さん、十分ね、あそこ行くとき、あのね、まあ、道路のせいではないんですけれども、ただ確実にいきなり速攻が出てきてね、段差注意というふうな注意の、黄色い、看板標識がねあったの、それがですね、腐って折れて落ちてるんですよね。なのでかなりあそこ注意しないと危ないと思います。筑波山に移動する際は、その女体山の辻ヶ丘に移動する際はね、十分速攻に注意して、ヘアピンのところですので、大きく回らないようにちっちゃく回りますからね、内側はもう線の外がすぐ速攻なんで、白線の外出たらもう終わりなんですよ。なのでここ十分注意して、ぜひ、移動運用なされてください。それでは今日はこの辺で、大切なレポートも兼ねてると思いますので、何かお役に立てれば幸いです。では JJ1XTG 総長でした。またお会いしましょう。 599TV ハープニング編以上です。あー、すごいね、すごいですね。マフラーがこう潰れちゃった。あー、はいはいはい、はい、で、ちょっとこう脱落し、こちらも外れちゃってまして、はい、こちらももう抜けかかってるので。あー、なるほど、はい、後ろにこう押されてしまっているので、はいはいはい、もしかするとこう落ちちゃう可能性があって、あ、なるほど、はい、あとこのリンクと、はいはい、あとこちらがモーターが外れちゃって、あ、これが外れたんだ、ね、
水槽だとこのような感じなので、はい、外れてしまっているので、ちょっとブレーキ関係もありますので、はいはい、はい、お乗りかかったらちょっと危険かなというところ。なるほど、はい、前あとは、まあ、この辺だけと、あ、こっちはあれなんですね、うん、そうですね、表面の、表面のガザッといった感じで、はいはい、はい、こっちの方はおそらくはそんなに損傷はいってないかとは思うんですけども、うん、はい、ただこうサブフレームとロアームが削れてるので、はい、もしかするとそのバランスという、まあ、アライメントという部分でちょっと狂いが出てしまうかもしれないですけど、あ、なるほど、じゃあそことそこだったんですね。そうですね、ね、中間は今のところ見た感じはなさそうなので、はい、あ、よかった。あのボディとかは全然何もなかったですよね。あ、そうですね、特にね、これこれね、これね、これかわいそうですよね。え、タイヤどうなんですか。タイヤフロント。フロント。うん、ああ、これかー。そうです、こちらになります。ああ、これはちょっとなー。めくれちゃってるので。バーストする可能性も出てくる。はい、ああ、そうですか。なるほど。はい、わかりました。はい、いやー。1ヶ月間、これずっと預けっぱなしにしなきゃいけない？お乗りいただくのは危ないので、あ、そうなんですか。返しさせていただいて、返してもらえない。なんか、あ、そうですよね。はい。ああ。部品はもう確実にないですか。わかんない。ホイールとか主要な部品は、はい、おそらく在庫というか国内にあるかと思うんですけれども、あまり出ない部品とかは。